はい、滝里湖オートキャンプ場にやってきました。どうしようかな。いや、まだここに泊まるかどうかっていうのは決めてないんだけど、ちょっとあんま綺麗すぎるよね綺麗すぎるから悩みます。ちょっとなんか様子だけ見て決めたいと思います。はい、今、キャンプ場の方のちょっとねお話聞いてきました。結構悪くないかもしれないね。っていうのは二輪サイトっていうのがここの駐車場の正面のここの芝生が二輪サイトだそうです。で、ファミリーキャンプの方たちはあっちの奥なので、まあちょっと離れてるしいいかなと思います。まあここの芝のスペースを使っていいとのことです。やっぱりね、ファミキャン組と近いと、なかなか賑やかだったりするんで、ここでいいと思います。ここにしようと思います。まあ、湖ロケーションいいしね。で、料金が660円でした。で、シャワーとか、コインシャワーと、ランドリーがあるので、まあ今日ここでシャワー入れればもう十分満足ですね。まあ、温泉ちょっと遠いなと思ってたんで、まあ、ちょうど良かったです。まあ早速、ちょっと設営して、まあ、シャワー浴びるか、まあ、ちょっと周りも散策してみたいんで、まあとりあえず、テント張りたいと思います。はい、テント設営完了しました。こんな感じっすね。ここまではバイク入れていいみたいなんで、こんな感じで横付けでいきます。夕方になってね、だいぶ涼しくなってきて、風がすごいやっぱ湖畔なんで、風が気持ちいいキャンプ場っすね。うん、かなりなかなか快適です。それで昨日今日って林道不発だったでしょ。まあ、不発っていうか、まあ、昨日は、通行止めで、今日は道がなくなってた。で、それ、一応あれ、ツーリングマップルで乗ってる道に行ってたのね。で、だけど大問題気づいちゃって、わかる？そうなんですよ。地図が2013年のツーリングマップルだったんですよ。今2021年だから8年前の地図で、林道探索をしてたわけなんだけど、そりゃ道なくなるよね。その後何回も台風とかすごいね、大雨とか地震とかなんだってあったわけだから、まあしょうがないよね。まあなんで次来るときは最新のツーリングマップルを持って北海道には来たいと思います。まあ今日はもうあとはシャワー浴びてなんかご飯作ってまったり過ごしたいと思います。まあ今回の旅の今日がまあ一応最後のキャンプになるので、まあゆっくり過ごして、明日はね、まあお昼までは自由に動けるので、まあ明日は明日で午前中いっぱい楽しんで、まあ、帰ろうかなと思います。はい、おはようございます。いよいよね、北海道最終日の朝です。もう、まあ、見ての通りね、準備は終わってキャンプ場出てきたんだけど、今日はお昼に滝川で、友達と待ち合わせてるんで、まあちょっと富良野美瑛へ行って、まあ適当にちょっと時間潰してブラブラして、で、まあお昼までに、まあ、旭川経由で滝川に行く感じかな、と思ってます。で、フェリーは、夕方5時、小樽発なので、まあ、そうですね。まあ、3時半か4時ぐらいまでに小樽に着けるように行こうかなと思います。
はい、富良野出て、しばらく走ってたんだけど、そうだ、時間早いし、風呂入ってこうと思って、吹上温泉まで来ました。ちょっとね、標高上がるから涼しいかなと思ったんだけど、いや、全然暑いっすね。まあ、暑いのにクソ暑い温泉に入るっていう。結構ね、朝なんだけど、車いっぱいで、人も結構いそうです。温泉からは、こういうちょっとした森の中を通っていくんだけど、まあ駐車場からすぐだよね。もうすでにお湯というか川の流れる音が聞こえてきました。徒歩歩いて3分ぐらい、まあ、すぐですね。あ、もう何人か入ってる人がいますね。あんまり映すことができないんだけど、この下に、お風呂があります。まあ、ちょっと、モザイクだらけになっちゃうんで、撮影はこの辺までにしたいと思います。じゃあお先です。おー、はい、温泉入ってきました。かなり温まったね。いやー、それでさっき入った地元の方が温度計持ってて、それで源泉の温度測ったら今日は、源泉の温度が50度だったそうです。で、普段はね、なんか53度ぐらいあるんだって。だからそれよりは少し今日は低いらしいです。まあもちろんそのまんまには入れないんで、それに沢の水で加水して、まあ、適当な温度になってるんですけど、まあそれでもちょっと厚めだね。やや厚めの風呂で、まあ僕にはすごいちょうど良かったっす。はい、待ち合わせていました、滝川だよね、ここ滝川のガストに到着です。いや、くそ暑くてマジ死にそうです。いやー、つらかった。まだね、友達来てないみたいなんで、先に中で涼んでたいと思います。いや、本当に今日は暑いよ。今回久しぶりに動画撮ってんの。そうそうそう、GoPro が割れちゃった。今日この間落としたの、今回。サスライダーさんご夫妻です。撮ってる。今ご飯食べ終わって、今大ちゃんに僕の R1200XC をまた買ってもらおうと思って。また買ってみます。ちょっと今度インプレの動画を撮ってもらおうかな。大ちゃんの GS ってあれノーマル？ノーマルです、はい、ローダウンじゃなくて普通。あ、普通ですね。あ、まあ、でも多分アドベンチャーと同じぐらいだと思うんだよね。あ、そうですね、アドベンチャー。そうです、今度、そのうち多分サスライダーチャンネルで
この XC のインプレ動画がアップされるのかされないのかそんな機会があるのかどうか。でも大ちゃんも同じ GS だからまあ変わんないよね。あ、でもやっぱなんかフロント若干高い気がする。高い感じする、しますね。視線が違う気がする。多分前の高さで25ミリぐらい高いはず。ああ、こんにちは、佐々木です足がつきません、これ。あ、レンズビスターのボトルケースだけってあるんですか？あ、そうなのよ。大ちゃんの動画見て買ったんです。あ本当か嘘か分からないけど。ボトル、ボトルの、あれ、これのインプレッションって知ってたっけ？あ、してないです。してないか。はい。そう。これはね、ちょうどぴったりだなと思って。ぴったりですね。そう。じゃあ、大ちゃん、ありがとうございます。東北にもぜひ。それじゃあ、またねということで、なんとかフェリー間に合いました。いやー、暑かった。札幌周辺はね、もう36度ぐらい、バイクの温度計でもう最悪でしたね。で、まあ、フェリーちょっとね、僕が一番最後だったみたいで、早く乗れって言われて、慌てて挑戦したんだけど、まあ、なんとか間に合いました。で、まあ、今回の、この道の区ツーリング野宿旅からの北海道ツーリングがまあこれにて終了ということなんだけど、いやまあ、とにかく本当いろんなツイッターつながりの仲間たちと一緒に野宿してリード走って、まあ、行き当たりばったりで北上して台風から逃げて北海道来てっていうのが、まあそういうなんていうのかな、何が起こるかわからない旅、うん、もう本当に最高に楽しかったです。またこれからもね、こういう旅動画とかもまた上げるかもしれないので、その時はまたよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。